者や管理職は自分の時間の多くを仕事に費やしてきたからこその成功体験があります。いわば企業戦士です。ステータスとしての多忙という価値観がまだ残っていると堀江さんは指摘します。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日はいざとなったら残業の考えが人を無能にするわけをテーマにお送りします。ハーバードビジネススクールのアシスタントプロフェッサーにして心理学者のアシュリー・ウィランズさんの著書で、東洋経済新報社から発売されているタイムスマートを読み解いた株式会社ワークライフバランスのコンサルタント堀江幸子さんのリポートを読み解き、一部をご紹介します。タイムスマートはお金より時間が大事、生産性向上はタイムリッチ、時間的に裕福な状態から、まず健康で幸福な生活を送る、その後生産性創造性が上がると説いています。デジタルツールが進化してコミュニケーションが取りやすくなったり、どこでもアクセスできるようになったりと利便性は高まりました。しかし集中している時にメールやチャットツールの通知が届いて時間が分断されてしまうことがあります。仕事でもプライベートでも自分で時間をコントロールしていく重要性は今後もますます高まっていくでしょう。堀江さんはさまざまな企業で働き方改革のコンサルティングを行ってらっしゃるのですが、日本ではまだまだ時間に関する課題が多いと感じているそうです。経営者や管理職は自分の時間の多くを仕事に費やしてきたからこその成功体験があります。いわば企業戦士です。話を聞いてみると、育児に全く関われなかった後悔があったり、報酬を上乗せして優秀な人材をつなぎ止めておくことに限界を感じていたりしています。とはいえ、成功体験に基づく価値観をそう簡単には変えられない。ワークライフバランスの重要性はわかるけれど、実感が伴わずピンときていないのです。堀江さんがある建設業の方々にアンケートを取ったところ、長時間働く人はあなたにとってどういう人ですかという質問に対し、忙しいことはいいことだというようにポジティブな意見が多く見られたそうです。それをタイムスマートではワーキズムとして指摘しています。もう一つ、日本企業にはステータスとしての多忙という価値観がまだ残っていると堀江さんは指摘します。大事なのはそれに対する気づきがあるかどうか。例えば1日の活動を書き出してみます。予定と実際に費やした時間に着目し検証を続けていくと、自分の時間の見通しの甘さや仕事の組み立て方の改善点が見えてきます。堀江さんがよく経営者や管理職の方に伝えるのは、本当に減らせる業務はないかということ。日本の多くの企業はまだピラミッド型で、経営陣の一言が大きなインパクトを与えます。当の本人がはっきり指示していなくても、些細な一言で業務が雪だるま式に膨らんでしまうということが現実にあるからです。勤務時間が決まっている従業員の立場でできることは少ないと思う人も多いかもしれませんが、生産性を高め、時間をコントロールし、ストレスを抱え込まないための工夫はできると堀江さんは指摘します。例えば細切れで片付けられそうな業務について、やることリストを作っておく、そして隙間時間を見つけたらその時にやってしまう。地味な積み重ねですが、時間をロスせず迷いなく自分の時間をコントロールできます。フレキシブルな働き方を導入する企業も増えつつある今、自分で時間をコントロールする重要性は増しています。自分の時間に対してオーナーシップを発揮することの重要性をタイムスマートは教えてくれます。というわけで今日は、いざとなったら残業の考えが人を無能にするわけをテーマにお送りしました。今日お伝えしたことはほんの触りです。効率性一辺倒ではない異色の時間術は、東洋経済新報社から発売されているタイムスマートで詳しく解説しています。ご関心を持たれた方は概要欄のリンクからぜひお買い求めください。